旭川市立北西中学校は、北海道旭川市にある公立中学校。出日合憲これは、校歌の歌詞の一部であり、2000年当時の校長が校歌から取って、教育目標とした。また、目指す、学校像として、文化北西、体力北西、学力北西品格ある校風という合言葉があり、文化祭を2日日程で実施し、校舎1階入り口に、 美術展示の北西ギャラリーを設けて品格ある興風を演出している。天空の中心である北極星を象徴し、旭川教育発展の中軸として指定教育の基盤となることを願い命名された。丸屋用品店にて取り扱い。2019年に性的ないじめを受けていた同校女子生徒の親が担任教師に相談したにもかかわらず、まともに取り合わなかった。 その後、被害者が橋からうっぺつがわい飛び込み自殺未遂を図ったにもかかわらず、同校は事件への対応や保護者説明会などを実施せず、被害者の親や市教育委員会に対していじめの事実はなかった。男子生徒らのいたずらが過ぎただけ、10人の加害者の未来と1人の被害者の未来、どっちが大切ですか ?10 人ですよ。1人のために10人の未来を潰していいんですか どっちが将来の日本のためになりますかもう一度冷静に考えてみてくださいと説明した。その後も市教育委員会が対応を再三求めたにも、かかわらず校長が中心となって事件性を否定し、問題への対応を放棄した。結果として2021年2月に被害者女子生徒の投資自殺事件を引き起こした。ありがとうございます。